この間福岡行った時にそういう観光案内雑誌みたいの買ってこれでラーメン食いこうと博多だから博多ラーメン食いこうと思って、まあ、そこに書いてある、まあ、ある程度推してる店ねまずはそこ行ってみようかと思ってでもともとそんなに俺ラーメンがまあ俺ラーメン嫌いって言われると困るんだけど別にっていうお別にっていう、ね、まああれですけどね僕はその日撮影現場に手作りのクッキーなんかを作っていったんですけれどもそのことをねいじられるのも嫌だったのかな僕はで別にですけどね行ってさでまあそこに書いてあるラーメン屋さんに行ったんだけどあのさラーメン好きな人ラーメン好きな人いっぱいじゃんラーメンファンっていっぱいいるじゃんラーメンファンって美味しいラーメンが食べられるっていうことでちょっとラーメン屋さんを俺甘やかしすぎだと思うんですけど違いますかね例えば僕は野球ファンすぎておそらく普通のスポーツファンが見たらそこまでみたいな今パリーグって予告先発ってやるじゃないですか予告先発っつって、明日ダルビッシュ投手投げますよって明日のオリックス対北海道日ハムはキサヌキとダルビッシュですみたいなすごい親切じゃないですかそうすると普通のスポーツファンとか野球ファン歴が浅い人とかはその年に1回しか例えば見に行かない試合だったらちゃんとダルビッシュが投げる試合が見たいとか思うからそのそこに行きたいし今回もなんか開幕の時にテレビで、パリーグのスターティングラインナップみたいのを全員こうやって、発表するでそうすると普通のスポーツファンそのあんまり年に何回かしか行かない人だったらば、あれ開幕日高マスクかぶんないんだったら行かないわまあでもな割とまあ岡田監督が目つけてるキャッチャーだったらまあ伊藤光だっけあの新しいキャッチャーあれも見てえなまあこいつ2だなまあそういうのあると思うんですけど野球好きすぎて好きだとその野球の不親切さみたいのも全然嫌じゃないから今日誰か俺が絶対ダルビッシュだと思ったら裏を書いて違うピッチャーだったみたいのも楽しいわ言ったらあ普通にローテーションで行ったらダルビッシュなのに違うんだとか要するに西武のさっき言った浅村っていう選手が浅村って選手は元々ショートなんですよショートだからショートには中島っていうその西武のスター選手がいるとで割とサードで使われることもあるんだけどサードにはすいませんご飯も一杯自分も食べちゃったんですけれども余ってたらですよいやそうかそうかお米が余ってるって言い方おかしいもし余裕があればなんですけどもいやなもう言い方あラーメンありますでおなじみの中村竹也中村竹也さんねあるよ狛井ならねおかわりみたいなそうおかわりくんそのおかわりくんがまあ元サードなんですけどおかわりくんはサードの守備うまいとは言えないんでみたいなじゃあ一塁におかわりくんを回してサードに浅村をみたいのを自分の頭でどういうバリエーションがあるんだろうとかもしかしたら僕の勝手な推測の中では中島選手っていずれフリーエージェント宣言をしてメジャーに行く選手だからそのショートの中島選手の後釜としてその浅村を今から育てておくのに浅村をショートにさせて中島選手をサードにさせてサードの中村拓也を一塁にさせてみたいなで西口投手が尾藤勲に今年も似てるっていうその感じがまあ西武としてはいいんじゃないかみたいのを細かくおせっかいに予想して初めて球場とかスポーツニュースで見てうわ浅村を一塁なんだみたいなそのショート中島サード中村拓也を守ったまま一塁で浅村に行くんだあ石井吉は使わねえんだみたいなまあ今野球そんなにっていうねそのプロデューサーディレクターで行けたら何言ってんのって感じだけどそれも楽しいそれ行った時にうわこういう展開なんだっていう例えばでもプロデューサーディレクターの池田がその行くんだったらやっぱりダルビッシュが出る日にダルビッシュを見たいみたいなの分かるけどこういう好きだと不自由の方も楽しくなっちゃうでしょそれと一緒でラーメン好きな人はラーメン屋さんのことをやっぱり甘やかす傾向にあったりとかこの感じがいいんだよねみたいなもしかしてなってんのかなと思うんだけど俺ラーメン普通だから入ったラーメン屋さんがなんか
カウンターの席しかないのね。カウンターの、まず入り口入ったら、もう表のところにこっちの左のドアが入り口で、こっちが出口ね、みたいな書いてあるわけ。ほいで入り口入ったら、もうそこに食券の売り場があるわけ。俺、そこのラーメンのこと何も知らないけど、その、あるわけ。で、あった上に、そこで全部買ってけってね。替え玉の券とかも。替え玉にするかどうかは、別に俺そこで決めないから、食べてから決めるからと思うんだけど、そこで買って中に入るわけ。で、そこ中に入るとさ、あの、カウンターの席が、全部あの一個一個壁で仕切られてるの、かあの木で作った壁で仕切られてて、選挙みてえな、もしくは面会みてえな、田中君じゃなかった1123番みたいなっていうか、まあ、もしくは懺悔というか、一個一個仕切られてるわけで、まあそのなんていうの、仕切られてること自体は、狭いお店で、こっからここまでが、ま、横にクソデブが来るときあんじゃん。太ってるやつって自分がどこまで太ってるか分かってねえから、なんでだろう、涙が止まらない。ねえ、その、まあ、あるんだろうけど、その、カウンターでの、その、横の枠で仕切られてる上に、前も、その、半分だけ空いてるみたいな。すだれがかかって、前も半分だけ空いてるみたいなところがあるわけ。で、行くと上の、前のところに紙が置いてあって、そこに麺を固めから柔らかめみたいな丸つけて、全部そのアンケートみたいな丸つけて、全部丸を書いたら、その食券と一緒に提出しろみたいな感じで。で、提出するとその半分空いてた前のスタレもピシャってしまって、要するに横も前も完全な壁になるわけ。なんかわかんないけど、飯を食う環境として意味が俺にはわからないわけ。この感じがわからないね。ただ、その、コストと見合うために、ラーメンの値段をこれぐらいで設定して、ラーメンのコストがこれぐらいで、借りられる店舗の大きさはこれぐらいになるみたいな割り出した結果、いろんなお客さんもいるし、ご迷惑、不自由もあるかもしれないけども、もっと嫌な思いをするよりはいいから、こういうシステムになりましたっていうのは分からなくもないんだけど、なんかこのシステム考えたのはうちが元祖で、女性のお客さんとかが隣の人を気にしないで食べられるっていう、なんて素晴らしいシステムみたいなことが書いてあるわけ。そんなじゃねえよって思うし。で、さらには、うちのラーメンは一番いいタイミングで出すから、連れと一緒に来たとしても、連れのラーメンが出るまで食べ始めるのを待つとかをしないでくださいみたいなことが、なんか丁寧語で上から書いてあるわけ。僕がいつも言うところのクソデブございますな感じの、伊集院さんってクソデブでいらっしゃるでございますですよねみたいな、ね、で、スシューが奥そうございますけどものあの感じでずっと書いて、もう目の前からよくびっちり書いてあるわけ。で、なんかその替え玉くださいって大きい声を出さなくていいように、替え玉プレートみたいなやつを替え玉プレート置き場の上に置くと、なんかその向こうが分かるようになってるみたいなことをものすごい自慢げに書いてあるわけ。いや、わかんねえけど、お客さんが、お客さんのペースで、隣を待って食べ出す、その、僅差みたいのですら、違いますよっていうぐらい、見極めてラーメンを作れるんなら、隣で来たやつと同時に出すぐらい何でもねえだろうと思うのね。で、そこで、いろいろご迷惑をかけるけど、こういうやり方もいい。まあ、もっと言えば書かなくていいんだけどね。ご迷惑をかけるけど、こういうやり方も、やり方でやらせてもらってますっていうのはわかるんだけど、だってこっち側から言えば、それのシステムを解決するためには、支店出したりして、すぐらい儲かってて、それがいいことだってなっちゃうんだったら、ね。だったら、店を広くすればいいじゃんと思うんだよ。それを、なんでそこまで偉い感じになっちゃうのか、そのギッチギチの目の前も横も、その何も見えない、その圧迫された空間の中で、飯を食うっていうことをベストだというふうにして上から来るのか全然わかんなくて、なんかすげえなこの店と思うんだけど、聞くと大評判だってね。俺にはわかんないね。いや、実際問題ここでやっぱりあのラーメンファンが許すとかわかんない。ラーメン自体は俺くらいラーメンにこだわりがない人でも別にまずくはないし、あ、これうまいっちゃうまいんだろうなぐらいの感じ、うまい部類に入ってんだろうなっていう感じではあるから。だけどなんか俺にはもうさっぱりあのご飯の食べ方をいいものとはできないんだよね。
やっぱそれは多分ラーメンファンの優しさ、まあだから全部似てて俺が言っちゃいけなかったっていう結論なんだけど、ね、結論としては店が悪いってよりも俺が言っちゃいけなかったんだなっていう、なんかやっぱどっかにあるんだろうね。それでも聞いてほしいけど、ラジオの最低限のルールじゃルールのキャッチボールみたいのが全くわからないところから来ちゃったら、ラジオって不親切だったりするじゃん。すごく不親切だったりするから、そういうのもそうなんだろうけど、俺そのこのルールがこんなに偉そうにまかり通ってるっていうのが、あーなんかやっぱり俺はラーメンファンには結局なんねえなっていう感じ。何年ぐらいか前からなのかね。俺佐野稔さんがバラエティでつけられたキャラと自分の本当の考えの区別がつかなくなったあたりっていうのに俺よくご一緒することが多くて、あれ前来た時からまたさらにキャラ強くなってるのよねみたいな、前の時ディレクターに怒っちゃったらどうですかって言われて怒っちゃってた時あったよねっていうね、それが今回もうディレクターに言われなくても自分から怒るようになってるねみたいな頃があったのね。もう何年前ぐらいかな、まだガチンコも始まる前だったからね、ガチンコラーメン堂より前だったから、あのあたりからなんかこうラーメン屋さんとラーメン屋さんのお客さんみたいな関係がちょっと変わってきてるような気がするんだよな。まあそれで売り上げも伸びてるんだろうからな、なんかそれはまあなんか、ああなるべく俺が気をつければよかったりとか、大きな望み方をしなければいいことなんだろうなとは思うんだけど、結構ああすごいことなってんなって思ったな。あれってまあ女性はそれがいいんですって言い切られちゃったらさ、俺女心がわからないでおなじみの人だから、まあそうなんだろうなと思うけど、そうなのなんだろうなとか、そうなんですかとは思うけど、あれでもお客さんって入ってるのかな。俺が行った時間はそうでもなかったんだけどね。でも結構視点も広げてるとか言うから、まあ人気なんだろうね。月曜ジャンク一丁寧光る深夜のバカ力。